私のチャンネルのコメントは1日2、30件かと思いますが、再生数が多いときは100件を超えたりすることもあります。どっかの動画で私の今年の抱負として全コメントに目を通すと発言した覚えがありますが、反対意見も含めて全て読みハートマークをしています。疑問なのは、たまに表示されないコメントがあったり、数ヶ月後に消えてたコメントが見えるようになったりするので、その辺は YouTube のさじ加減のようです。せっかくの長期休暇なのでコメントに返信しようかなと思うのですが、かなり時期が経っているコメントも多く、マヨさんリスペクト企画のコメント応答ブログ動画としてお返ししたいと思います。武田恒康さんに至っては、呼ばれればどこにでも行くというスタンスで、統一だろうが共産党だろうが行って口頭の話をすると明言されています。また学校などから呼ばれた場合はそれを優先して無償でも行くとも言っておられるので、その他の言論人と一緒にするのはいかがなものでしょうか。会見さんは切り抜きしか見ていない可能性もありますが、健康さんはご存知なのではと思います、とのことです。会見君主党さんの分岐点、高橋陽一さんが統一教会について全く触れていないのが気になるという動画へのコメントでした。武田恒康さんは皇室を守るためという目的があります。宗教の信者にも皇室について知識を広めたいというのは共感できます。ちょっと違うかもしれませんが、大手雑誌でデビューした漫画家がマイナー雑誌や18銀デビューをすることを都落ちのように揶揄されることがあります。宗教系雑誌に寄稿する言論人も同じような扱いなのかなと思いました。漫画業界では別の場で力をつけてブレイクして有名になった作家さんもいます。載ってる雑誌や講演する場で叩くのではなく、紙面の中身や講義内容で評価すべきかなという気がしました。健康君のネタいつも古いよね。丁寧に動画を作られたいのはわかるのですが、いつも内容に時差があり、今回も1週間以上も前のツイートの内容ですよね。高橋陽一さんも統一に関してすでに動画を上げていらっしゃいますし、時事ネタとしては古い内容を取り上げるのは健康さんなりの皮肉や何か意図があるのではと勘ぐってしまいます、とのことです。これについては申し訳ないとしか言いようがありません。私の動画は1文章をまとめるテキスト起こしを含む、2声録音&動画作成、3公開という流れです。平日の自由時間が3時間として1、2で3時間くらいかかってしまっています。頑張っても3まで1日でたどり着けないことが多いです。能力不足で申し訳ありません。健康氏のブルマン信者ぶりに藤木さん心配したけど、自分は抜けましたよ気づいて、金粉は出ませんよ、とのことです。藤木さんって和親の藤木さんでしょうか。私も青山議員から現在金粉が出るとは思っていませんけどね。自分自身では青山議員を全肯定している認識はない信者なのかなと思っているんですが、動画を見た上でそう思われるというのは私の力不足です。精進するしかありませんので、今後も頑張ります。健康さんの似顔絵は1枚5万円という噂を聞きました。本当なんですか、とのことです。これは事実に反します。私が本格的に絵で対価を得ていたのは20年くらい前ので、今と違うかもしれませんが、モノクロ5000円、カラー8000円というのが新人の原稿料の相場だったと思います。ただこれもピンキリです。ある雑誌の占いコーナーのカットだったかなと思いますが、イラスト1点が 2cm×2cm のめっちゃ楽な仕事でも5000円でした。一方、しっかり小回りした漫画原稿も1枚5000円だったりします。同じ5000円でも価値はいろいろだったと思います。似顔絵5万円ということですが、原稿として書いた似顔絵で対価を要求したことがないので、なんでこんな話が出ているのか全くの謎です。参政党が保守政党かどうかは、これから議会でどう活動するかにかかっていると思います。選挙演説で盛んに大和魂とか連呼しているから保守なのかい。つまり健康さんの言う和也の保守叩きの保守に参政党が当てはまるかが今私の思う疑問。わずか1議席ではどっかと会派を組まないと議会委員会で質問することすらできないので、その時どこと組むかが見ものね。話題ずれるけど、つい昨日7月28日の動画で大和ユダヤ教会の集会に出てる神谷氏に身元を偽ってインタビューした人に、本当は自分は議員になるつもりはなかったと答えたのを聞いてちょっと驚いたわ。投票した人はもっと驚いたでしょうけど、その集会での発言と選挙演説での発言のちぐはぐさを知ると、参政党が泡沫政党で終われそうな予感します、とのことです。参政党が保守かどうかは私にも分かりませんが、例えば立憲共産党よりは保守色が強いと思うので、特に選挙期間中は最優先で叩くべき対象ではないという認識です。神谷さんに限らず、参政党はボードメンバーは選挙に出ないと言っていたような気がしますので、それを言っていたはずの神谷さん、松田さんが選挙に出たことは大変驚きました。武田かける神谷、武田恒康さん、神谷氏女性天皇容認発言に異議ありという動画でご紹介した通り、愛子天皇論を神谷さんが発言した点から保守系としつつも警戒してみた方が良さそうとは感じています。そんなわけでいろんなご意見ありがとうございました。
今後もその辺の一般人のぼやきをブログ動画にしていくという、世の中の役に立ってんだかわからない活動を続けていきたいと思います。健康くんは最底辺だから一般人なんておこがましいよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。